こんにちは。こんにちは。先ほどの伏見稲荷の、何神社だっけ、かぐや姫の神宝神社、神宝神社の次に来ていただきたいのは市姫神社さんです。市姫神社さんです、はい。この場所はどこになるの？これ今目の前に河原町通りが走ってるんですけど、ちょっとこれくるっとしてみようか。これね、くるくるくるっと、これくるっとしたらこれが河原町通りで、これ河原町通り、そして、はい、五条から少し南に下がったところですね、うん、五条からちょっと南にね、どれぐらいかな、200m、うんうんうん、もう行かないかな、これぐらいね、こんな感じのとこなんですけど、はい、ここに市姫神社があります、はい、今からなんかね、これこことさっき の, あの神社と2つ回参った方がいいっていうか、お参りした方がいいってことね、つながってるって思ったらいいんじゃないかな、セットがいいって。ああ、そうなのね、わかりました、はい、では、はい、今から行きたいと思います。これね、京都十六社朱印巡りとかに書いてるよ。ちょっとたまちゃん、十六社でしょこれ。ほら、京都十六社。どこどこで十六社なんですかね。さあ、どこなんでしょうか。守り重要所。ほら、ここ、お守り重要所とかって書いてある。なんだこれ。なんか、ね。はい、開かないから。違うんだね。あ、でもほら、この御朱印って、元旦より2月15日までって書いてるよ。あ、じゃあそれ以外は、それ以外はないんだ。それ以外ないんだ、御朱印。こんな感じのところなのか。こんな感じで、住宅街。本当に住宅街なのよ。あら、なんかなんかビルのなんかになってるのこれ。マンション？なんかマンションの下は神社。このマンションいいですね。すごいな。マンションだよね。あら、珍しいわ。珍しい。市姫神社。これね、御祭神は市木島姫の御事と田切姫。田切姫の御事、田月姫の御事、神田え田月姫の御事、神大市姫の御事、仕立てる姫の御事、五女神。なんかさ、三女神はあるよね。宗像です、ね。そう、宗像三女神っていうのはあるけど、そうです。五ですね、ここ五です。そうなんだ。雨のまないの浸水を上に。清和天皇から後鳥羽天皇に至る27代の間、御皇室公家の崇敬も厚く、雨のまない御浸水があるんだ。このお水は美味しいです。あ、そうなんだね。あ、でもここに書いてるのは稲荷の母神、母神ん、ここに稲荷の母、この母の神って書いてるね、母神。うん、そうなんだ。運守護御利益、うん、女性の厄除けの神を祭り、古来女に厄除け祈祷所として全国の女性の神社。なんか女性が多いですよね。あ、本当だ、女性が多いよね。こんな感じね。こんな感じです。では行ってみましょう。あ、これは松？松ですね。ね、珍しい。
珍しいとか言って、これなんか苔が、竜に苔、竜に苔入ってる。どうなってんのかなこれ、音が、あこれね、あいい音だね。いいですよね、うん、いい音だね。じゃあじゃあたまちゃんがお参りします。そしてお祈祷で一願成就の井戸、雨のまない、絵馬おみくじ掛け、カード塚だって。まないってまない、ご存知まないって、あのよくほらあそこにもあるじゃない、どこだっけ、まない神社って聞くよね。そうそうそう、聞くよね。まない、実はさっき言ったあの神田から神社の駒龍さんも実はマナイにつながってると言われてるんですよね。だからここもつながってるんですね。やっぱマナイ神社、マナイ神社ともつながってるかもね。マナイ神社も行けたらいいですね、いつか。そうですね、あのあれだよね、あのどこだっけ、マナイ神社って舞鶴の方だよね。ここさ、ほら水流れてるんだよね。あーなんか飛んできちゃった。あーヘリ飛んでる。水の音よりもヘリになっちゃった。ちょっと待って、ヘリよく飛んでるんだけど、京都の街の真ん中ヘリ飛んでる。これ水ね、ここにこんな水湧いてるとはね思わなかったな。一木姫、そしてここも稲荷にもなってるんだよね。お水汲むんだここで。また稲荷になってるんだね、はい、で先ほどの神田から神社、で、女性に、女性の願いが叶いやすいエネルギーが降り注いでるっていう話したんですけど、で一姫神社の、そのエネルギーが降り注いでて一番まあ濃いところがここって言われてたりします。あそうなんだ、はい、稲荷さんなんだ。あれまたここの稲荷さんちょっと変わってるね。え、これってハゲてるってこと、まだら、あちょっと色が、色ハゲちゃってるのかな、ね、あびっくりした。そうだよね、なんかまだらになってたから、あそっかハゲてるんだよね。そうだよね、色がね、ちょっと塗ってあげたい感じですかね。そうそうですね、でね、その写真が、写真があるの、何か写真がね、お見せしたい写真があったんです。そのうちのお店の京都式章ができた時に、まあその今後のお店の繁栄とかも願って、ここにお参りに来たんですよね、その時に、ここで白蛇の写真が撮れたんですよね。え、どういうこと、どういうこと、白蛇の写真、写真に白蛇さんが写ってるんですよ。へえー、そうなの。ね、そうそう、こないだはね、あの無劇商店でなんか写ってましたけど、あの竜のなんかでしょ。あそうそう、あれは竜でしたよね、でここでは白蛇さんが写ってるんですけど、ちょっと待ってください。はい、じゃあちょっと待ってます。じゃあこっちちょっと見とこう。はい、ここ見ておこう。すごいね、近すぎ。
このままこんな感じで流れていって、結構ねさっきも言いましたよね。うん、お水ね。そうらっしゃいますね。ね、ここねお水汲むところ。お水を入れ物はないので手で手で。はい。気持ちがよい。おいしい。甘い。甘い。優しい。いやこれは全然違うな。全然違う。汲みに来た方がいい？これはいいと思います。なんか女性性が上がる味。そうなんだ。さっきもすごいペットボトルたくさん持ってきてて汲んでたよねおじさんね。いや美味しい。美味しい。全然味が。うん。うちの近く梨の木神社があってそこも結構水汲みに来られる方多いですけど、うん、全然味が違ってびっくりした。そうなんだ。そうなのね。ここの一木姫神社じゃなくてさっきの、うん、あのあっちの方が大事なの。じゃあこれ2つ並んでるじゃない。まあどっちもそうなんだけど、神田から神社、うん、神田から神社っていうのはこっちの稲荷の方だよね。稲荷の方とあれ？特にどっちが大事っていうのではないと思うんですけど、うん、かぐや姫の、うん、まあエネルギーというか、うん、なんかかぐや姫の聖地って言われるところが、うん、京都にいくつかあって、うんはいはい、で そこに特にかぐや姫の、まあ、その女性願いを叶えやすいエネルギーが降り注いでる場所っていうのがあって、それがまあ神田から神社は、まあ、かぐや姫の神社なんでそこと、うん、ねここね、うん、で特に言うと稲荷の場所ね、あっちのね稲荷の場所ね、はい、まあ、でもここでも十分だよね。そんなに水いい水なんだね。水美味しかったです。それでありました。はい、はい、で一姫神社の稲荷さんですね。はい、多分これわかります。もうこの真ん中にぐわーっていらっしゃるのが白蛇さんでございます。これ白蛇さんっていうんだ。金色にも見えちゃうけどねえ。金は白。あ、すいません。はい、どうぞどうぞ。どうぞ。ごめんなさいね。いいですか。あ、どうぞ。はい、金のことは、金って、ちょっと話になるんですけど、うん、五行っていう、木火土金水ってご存知ですか、うんうんうんはい、陰陽五行とかの。うんうんね、あれ、金っていうのは白を表すんですよ。うん金は白色で表現するのでそう呼ばれるんですかね、はい、私も今こなちゃんに言われてあそういうことかって思いました。金にも見えるもんね。ね、見えますね、うん、こう虹色のようにね。はい、でも金色が強い感じがする。うん、ね、その下のさ、うん、これうんこれもなんだろうね。これもね、私もあんまり見たことないんですけどね。それもなんだろう。ねえ、なんか神様の何かですかね。何ですかね。これもすごい。でもこれ単なる、うん、なんていうの、光の反射でこんな風になるっていう感じのものじゃないよね。ではないと思いますね。この感じはね。なかなかこれは撮れないやつですね。ね。すごいね。すごい、これはすごいね。ここはちょっとすごい、あれパワースポット。ここもはい、もう神田から神社もここも、うん、超おすすめ。超おすすめね。どやたまちゃんのおすすめ神社でございました。はい、よかった、ようやくね見つかったの写真が充電切れた。充電切れてね、もう大変だったんですけどようやく見つかりました。はい、はい、ということでこんな感じかな、ここは。はい、はい、それでは、たまちゃん、はい。ありがとうございました。またね、また行くんだよね、今度ね。またね、ご案内、他にもたくさんスポットあるんで、京都っていっぱいあって楽しいですね。はい、ね、はい。
それではまたよろしくお願いいたします。お願いします。